まだシャバー出てきて、1週間ぐらいなんですけど、おかえりおかえり、気づいて、出てきたらニュースになってて、えみたいな、クギボットとか、なんかめっちゃ言われてて、ふざけんなと、あれは俺らが止めに行った冤罪の逮捕だ、その他俺らの YouTube チャンネルにも載ってるし、いやいやいや、ファックザポリスってやつどんぐらいですか、イエーイ、ファックザポリスってやつどんぐらいいますか、イエーイ、上げてないやつ警察好きってこと、ここで行きましょう、日本全国がランナイン、ここが富士ユートになります、行きましょう、 DJ ジャジャー、富士ユート画面越しで見たことあるけど誰かは知らねえ、何してるやつとか知らねえ、見た目最高キッズでマジでくだらねえ、俺はさ今日は優勝するため来た夜のとバーディー、お前あたたならそこで終わり、いつどこで見ても服が同じ、服は同じでも言ってることは違うから、感動感動良くなる好感度、人は認めざるに大事なパッション、yeah, yeah, どんな服を着たってぶちかませ合う分待っちゃってもなんでもいいが、yeah, 同じこと言っちゃダメでしょ、違う服着てても、yeah.同じこと言ってねえだろ、初めてバトルしたんだからよ、服がバスケット選手まるでステフィンカリー、俺のこといじるのにこいつ精一杯、つまり俺もそう、ここからお前は入れない、つまり安定そうそうみたいなもんだぜ、もしくは俺覚醒のよう、俺もライブコンショックでバスケットゴールよ、カメの中で見てたからさ、俺はあんたのこと同じこと言う、カリーだったら俺が終了、今日はコールをしたから逆につける一番審査、はい、yeah, そんな感じだって、今日は勝ちいただく、そんな感じだって、今日行くどんな道だってなんない討伐は今日やるしかねえ、いいね、どっちもよかったと思います、じゃあ聞いていきましょう、セイコーランナリー、高校藤井優斗、もう一回いきます、セイコーランナリー、ちょっと待って、バーンって言ってもっとバーンってなんか、はい、OK、 そう、バーンって、じゃあ行きましょう、先行ランナリー、高校藤井優斗、そうなんだよな、ちょっと待って、両者敗退はないでしょ、絶対今の盛り上がりで、じゃあ延長、じゃあ延長戦のビートいきましょう、 DJ チャーカー、延長戦バチバチ盛り上がる系のビートでお願いします、20 seconds to end じゃあ延長戦成功のビート、ナイス DJ、 ナイス DJ、 いいね、延長戦の盛り上がる人どんどんいきますか、バカ野郎、俺は音ずれても関係ねえ、俺もスタミナ決めとかじゃねえ、俺は自分なりやることやる、これが俺なりの足立区流なり、人生はスタミナが切れてからが本番、スタミナが切れたって今日はやるしかねえ、このままのたれ死んでもういいぜ、俺はそう思ってよ、だから今日全力を尽くせ、このグループで会場を巻き込む、延長前に一番審査とか言って、あと言うことなくなったら歌うだけ、ファッションが大事、ファッションの中身を大事にしろ、俺も打ち抜く言葉のさ弾丸、つまりこれならサブマシンガン、藤井優斗ついた100マシンさ、聞いていきましょう、最高藤井優斗、高校ランナイン、そしてランナイン、藤井優斗なんか
喋ってけど、せっかくだからベストバウトだったし。いや強すぎです。いや俺もコーラ。じゃあこのビートに乗せて告知させてもらいます。俺は今日とかじゃなくてずっと曲出してるからチェックどうぞ。イエス、サミナが切れても人生そうからでしょ。次でルースムネクストレボー。いや標準合わせてるからマジコーラ待ってろ。フジエットに待ち受けを失礼します。じゃあ1回戦第1試合いきましょう。ランライン VS 猫屋敷、上がってきてください。ちょっと待って、一回音止めてもらっていい？ごめん、ルールとあれ説明するね。決勝まで8勝ずつ日本勝負、決勝だけ8勝ずつ3本、ビート日本交代なんだけど、で、大事な点は賞金があるってことと、MC はめちゃくちゃ本気でやっててほしいってことと、あと、差別発言したやつは俺がボコボコにしていくってことと、あと、めっちゃ大事なことなんだけど、動画撮っていいんだけど、動画撮ってるやつは撮ってないやつより盛り上がってください。はい、じゃあ久しぶりに言ってくださいよ。あ、マイクこっちね。マイクはこの前の2つ使ってね。先頭の2つ、1番と2番でスイッチあるから気をつけてください。じゃあビート日本交代でいきましょう。 DJ チャーカービート聞かせてください。じゃんけんします。ナイスピンです。じゃんけんぽい。猫屋敷くん。ありがとうございます。じゃあ行きましょう。続いての、ちなみに次の試合は藤優と VS、チルバイ2になりますので、準備の方お願いします。それじゃあ2個目のトーナメント始める準備、皆さんできてますか？どんどん行きましょう。先攻がランライン、後攻が猫屋敷。エマージェスカーレンセプテンバーカーブ DJ チャーカー。久々に小箱でフィスタイルバック、気づけば割れてもシックスパック、 MJ フライデーゲズフズバック、気づけばレアキャラ SS ラックザバぶちのめず、それしかいいぜ。あ、お前がなんだっけ、猫屋敷、よそ者速攻目の敵、よそ者選手より名古屋から東京仕事にやってきた。でも今日相手ランライン、恥かきに来た。でも勝ちの恥をかけに来た。負ける気はない、あんた仮面いや、俺も一生見といてくれ、画面越し。だからこの勝負はいただく完全勝利。つまりそうだね、このビートガラスの靴じゃなくて最弱のイーストブルーから成り上がる俺も地元フットを背負ってきた。昔はサイファー構想のガキの生き狩り、今じゃ街を背負った街のしきたり。サイファーやってるラップ上手いし、俺ラップ素人、あんた画面の中優勝候補だし、あんたラップのクロードだけど、これどうせ君も不応もどうせできない。自分の言葉ビート乗せるだけ、あっちゃまじで関係、もっと関係なく見せてくれ。終了。いいね。じゃあ聞いていきましょう。勝ったのも俺から出てくる時間でお願いします。先行ランライン、後攻猫屋敷、勝者ランライン猫屋敷でもお願いします。じゃあ藤井優と VS シルバー